皆さんこんにちは、あみぴです。今回はフリーランスになったきっかけと在宅ワークで稼ぐ上で大切なことについてお話ししたいと思います。では早速お話ししていきます。ちょっと軽く自己紹介させてもらうと、あみぴは約3年フリーランスとして生計を立てています。もう主に在宅で働いていて、家からは全然出ないでお仕事をさせてもらっています。で、フリーランスになったきっかけをお話ししていきたいと思います。きっかけは3つあるので、1つ目からお話ししていきますね。フリーランスになったきっかけ1つ目は、ずっと在宅で稼ぎたいと思っていて、ハンドメイド作家を目指していました。アルバイトをしながらハンドメイドのアクセサリーを作って、初めはメルカリや当時フリルっていう、今でいうラクマというアプリで販売していました。アルバイト時代は月に 1,2 個売れたりとかしていて、それが徐々に売れる個数が増えていったりして、最初は副業という形から始めました。フリーランスになったきっかけ2つ目は、体調を崩したということです。フリーランスになった年のもう直前に、当時コールセンターで働いてたんですけど、ちょっと精神を病んでしまって、いきなりもう涙が止まらない状態になってしまって、それで病院に行ったら、当時は全般性不安障害っていう診断をされました。その時に、今はちょっと自分の体をいたわろうと思ってお仕事を辞めて、当時並行してやっていたハンドメイドアクセサリーの制作販売が少し軌道に乗りそうだったので、思い切り次のバイト先を見つけることはせずに、ハンドメイドアクセサリーを作ることを頑張りました。3つ目はちょっと軽くシナリオを書いてたんですけど、それと同時にハンドメイドが売れるようになったっていう話で、今ちょっと話してしまいましたが、副業として並行してハンドメイド作家を目指してたんですけど、やっぱり最初からハンドメイド作家として本業も何もない中、アクセサリーだけ作るっていうのはすごく不安だったので、副業としてやって正解だったかなと私は思っています。フリーランスになるタイミングとしては、大体ですけど、私は最低生活費の最低ラインを稼げるかどうかっていうところを指標にしたらいいのかなと思っています。生活費は、今の生活費を把握している人ももちろんいるかと思うんですけど、把握してない人は一回書き出してみて、どれくらい月にお金が必要なのかというのを書き出して、で、削れるところは削って、それで削った分稼げるのか、フリーランスとして稼げるのかっていうのを考えて、フリーランスになるかどうかっていうのを決めるといいのかなと思います。それでは次は、在宅ワークで稼ぐ上で大切なことについてお話ししたいと思います。大切なことは4つあります。1つ目は、自分には価値があるということを信じることです。結構精神論みたいな感じになっちゃうんですけど、自分なんてみたいな感じで思っていたら、その自分なんてって思ってる自分に見合う人がやっぱりくっついてくるようになってしまいます。在宅ワークはとか、フリーランスはアルバイトとか正社員と違って、いろんな人とお仕事をできるっていう自由度の高いお仕事なので、働く人も自分で決めることができます。なので、自分は稼ぐ価値があるんだって信じていれば、その価値を認めてくれる人がクライアントさんとして現れてくるので、結構自分の価値を信じることは大切かなと私は思ってます。では2つ目は、稼ぐことに罪悪感を持たないこと。これは日本人特有だと思うんですけど、稼ぐことに罪悪感を感じてる人がいたら、今すぐストップです。で、稼ぐことは本当に悪いことじゃなくて、結構メンタルブロックで、稼ぐことは悪い、お金は悪いって思ってる人いると思うんですけど、お金は本当にみんなの心を豊かにしてくれる本当に素敵なものだと私は思っています。金をなんか荒く、なんだろう、使い方を間違えてるのは見てて見苦しいなって思うんですけど、みんなを幸せにできるツールではあると私は思っているので、お金を稼ぐことに罪悪感を持つ必要はないと思います。むしろその罪悪感を取っ払えた時に、すごい過去最高に稼げるようになったりとか、そういうのが待ってるのかなと思っています。私自身、お金に対するコンプレックスっていうのが小さい頃からあったので、やっぱりお金に対するコンプレックスはなくそうと思って、結構自分の中でトレーニング
お金に対する罪悪感を持たないようなトレーニングとかもしてて、自分は稼げるとか、お金は大好き、お金稼いでも大丈夫とか、すごいそういうことを自分で自分に聞かせたりしてました。在宅ワークで稼ぐ上で大切なこと3つ目は、自分らしさを大切にすることです。クライアントさん側からしてみると、フリーランスで働く人って5万といるって思っていると思います。その中でこの人と仕事したいと思わせるような人物になるっていうのが大切かなと私は思ってます。やっぱり自分らしさを大切にするっていうことは個性を大切にすることだと思うんですね。なのでやっぱりどっかインパクトを与えて自分の存在をアピールする、自分はこういう人間なんだっていうことをアピールするそれが一番大切かなと思います。私が大切にしてるのはできるだけレスポンスを早くするということと、ちょっと体調にはよるんですけど、レスポンスの速さと、あとちょっと親近感のある文面でやり取りするっていうことです。これは相手を見極めるっていうのはすごく大切なんですけど、相手が例えばびっくりマークとかつけてくれるような温かそうな人だったら、私も積極的にそういうびっくりマークとかつけたりしてやり取りしたり、あといつもありがとうございます、お仕事ありがとうございますとか、ちょっと、まあ、寒くなったんで体気をつけてくださいねとか、ちっちゃいことでいいんで少し仕事以外の文章を添えてみるとか、そういうことを大切にしています。最後、在宅ワークで稼ぐ上で大切なこと4つ目は体調第一もうこれは、まあ、私のチャンネルを見てくれてる人は結構発達障害とか精神疾患持ってる方もいると思うので、すごく痛感してるとは思うんですけど、体調を一番優先することを私は今年に入ってようやく学びました。まあ、少し最近ちょっとクソ気味かなって自分でも思ってるんですけど、自由に働ける分稼ごうと思えばいくらでも稼げちゃうんですよね。なので私はもう一時期ご飯と寝るとお風呂以外全部仕事に当てるっていうことをしてた時期もあったりして、それは楽しかったらいいんですけど、その後のツケが回ってきて、私は今年のコロナの時期にもう本当にうつ状態になっちゃって、そこで今ちょっと躁うつの薬を飲むようになっちゃってるので、多分去年のツケが回ってきてしまったんだなって私は今思っています。そんな感じで今回はフリーランスになったきっかけと在宅ワークで稼ぐ上で大切なことについて私なりに考えてちょっと動画にまとめてみましたいかがでしたでしょうか。アミピのチャンネルでは発達障害のこととか精神疾患のこと、フリーランスのこと、在宅ワークのことや、もともとアパレル販売員やってたので人気の動画もここに出しときますけど、はいアパレルの動画、ファッションの動画を出していけたらいいなと思っています。あと軽くハンドメイドの動画も出したいと思うんですけど、個別にハンドメイドチャンネルも開設してて、まだ動画はできていないんですけど、これから動画をアップしていく予定なので、概要欄に URL 貼っているので、よかったらそちらもチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。 Twitter、Instagram、ブログもやっていますので、よかったらフォローの方お待ちしております。そちらも概要欄に URL 貼ってます。では今回は以上となります。また動画更新しますので楽しみに待っていてくれると嬉しいです。アミピ多動プリンセスでした。またねー。